こんにちは、税業専門税理士川南です。本日はなんと山田先生の事務所にお邪魔してきております。先生、簡単に自己紹介お願いしていいでしょうか。はい、公認会計士税理士をしております山田信也です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なんといってもこの業界ではトップ独走の今、はい、76万人でしたっけ。やっぱ100目指してらっしゃるんですか。とりあえず今77万7777を、あ、切りを狙ってるんですね。一応今切り番を、はい、狙って頑張ってます。というわけで皆さんぜひ、もうまあ私のチャンネル、ね、見てる方ほとんど山田先生の動画見てる方多いと思いますけど、まだもし見てないとかね、チャンネル登録してないって方があったらぜひ山田先生のチャンネルもよろしくお願いします。はい、それではまず最初なんですけど、そもそも私と山田先生との出会いについてちょっと視聴者の方気になると思うので話したいんですけど、最初クラブハウスですよね。あ、懐かしいですね。懐かしいクラブハウスなんです。説明テロップがいるかもしれません。はい、ちょっと説明いるかもしれません、はい、音声 SNS ですかね。はい、ありましたね。そこで税理士とかが集まる、うんうんうん、チャンネルというかルームです。ルームですね。どちらかが多分出てる、どちらかが多分走ってたんでしょうね。はい、はい、あの時多分知り合った人もたくさんいるんで。あ、私もいます。あれがつながりで、やっぱ広先生とか大越先生とかつながって、その後やっぱコラボになったりとか、あと私ほら一回4人での対談動画撮ったじゃないですか。そうですね、今でもどっかに多分ね、はい、YouTube 探せばあるんですけど、それも結局撮ったきっかけになったのは、私はこのクラブハウスで、うん、あの先生方と直接少しお話できたからだと思っていて、山田先生結構すごい部屋入ってたじゃないですか。うちのお客さんでもあり、まあ付き合いの長いメンタリストの大吾さんが、はい、結構ね立ち上げてめっちゃ頑張ってたんで、はい、練習情報を聞きに行ってたら、ね、たまに団長にあげてっていう、はい、私のチャンネルって実際いつ頃山田先生って気づかれたんですか。はい、でもその頃には見てますよ、多分言ってると思うんですよ。僕だいたい税理士会計士系で1000人超えてたらほぼ全部フォローしてるんで、はい、すごい。え、ほとんど動画出たら見るんですか。いや、さすがにそこまではいかないですけど、はい、一応どういう動画出してるのかとかは見てますね、うんうん、面白そうなやつは見てますし。なるほど、はい、では次にですね、はい、山田先生が YouTube を始めたきっかけや目的についてちょっと教えてほしいんですけど、はい、どうして YouTube を始めたんでしょうか。そうですね、まあ大きく2点あるんですけど、はい、まず自分が、まあ、芸能界専門の会計事務所やってますんで、はい、うんうん、自分のお客様の芸能人が YouTube を始めてきたと、はい、そうすると YouTube の収益構造とかやっぱ分かんないといけないし、うん、そもそも YouTube でね、本人で立ち上げてる場合は、はい、ね、Google からの入金で海外売上なんで、はい、これね、付加税なんで、付加税売上だから、はい、ね、あ、日本の課税とはまた別だとか、はいはい、結構面倒くさいこと実はいっぱいあるんですよね、うんうんうん、だからそういうのも分かんなきゃいけないし、うん、はい、そもそもね、YouTube の収益をどうやって見ればいいんだと、うん、お客様に結構説明しなきゃいけないんで、はい、うんうん、それも考えたら自分でやった方がいいのかなっていう。情報収集するためと、はい、アドバイスできるためにもう自分を実験台に使ってしたのがまず一つ目の目的。そうですね、やっぱその後もね、結局今後 YouTube 流行るんだろうなっていうのね、うん、もうみんな言ってたから。確かに言ってましたね、動画の時代が来るって、ね、あの時、はい、なんで僕が始めたのはね、2018年の末ぐらいなんで、うん、ちょうどビジネス系 YouTuber が始めた頃なんですけども、はい、追い風吹いてた時ですよ ね、ビジネス系に、まあ、今後も増えるってことを考えると、やっぱ会計事務所の方針として新しい芸能界、これまでやっぱテレビと舞台がうちのお客様だったんですけど、はい、やっぱきっと YouTuber も増えてくんだろうなっていうのもあって、まあ、自分も始めましたっていうのがいい、はい、もう一個はもう単純に僕がレギュラー番組でやってたところがちょっと外されて、はい、まあ、暇になったっていう、はい、時間が空いたっていう、で YouTube のできる時間が空いたっていうのが、そうですね、自分の媒体で発信した方が、うん、仮にねそれはこけたとしても間違ったとしても、まあ、せめて自分の責任が負えるなというところで、やっぱり自分で YouTube チャンネルモードっていうふうに思った感じですね。うんうん、確かに自分で持ってると自由ねできますもんね、うん、こういった内容発信していこうとか。テレビだと結局ね、はい、いいネタだとしても、うんうん、スポンサー NG とか、あ、コンプライアンス NG とか、あ、厳しいですね。なかなか難しい。やっぱりその自由度を求めて YouTube をしたのがきっかけ、はい、ということですね。はい、ありがとうございます。では次に、私結構聞かれること多いんですけど、はい、会計士と税理士ってどう違うのって質問が結構来るんですよ、はい、で私は税理士しか持ってないので、この違いを説明するときにこっち側が立てるんですけど、実際会計士ってどうなのって答えづらいんですよね、はい、なのでちょっと本日はこう、ね、会計士も持ってらっしゃるので、はい、山田先生に会計士って実際どういった仕事してるのか、実務上どういったなんか動きをしてるのかとか、ちょっと教えていただけると嬉しいです。
まあ、とはいえね、一緒なんですよね。一緒なんですか？一緒ですね。僕の場合はもう会計士、はい、税理士っていう感じで、税理士の仕事をもうメインにやってるので。あ、今はこっちメインです、はい、税理士の仕事が多くなってきてる、はい、会計士業と違いって言われたら、まあ一緒っすねっていう。一緒なんですか？まあ、ただ税金計算をするっていうのがまあ税理士ですけど、はい、会計の方はまあ企業会計ですね、うん、ほとんど、はい、企業会計をするなり監査するなりっていうのが会計士なんで、はい、なんで税務と会計の違いが分かってれば多分説明早いですよね。あ、だからなかなか皆さんにうまく説明が伝わらないんですね。税務と会計の違いが、はい、まあ、皆さん多分同じものなんですね、うんうんうん、帳簿作って決算書作ってっていうのは一緒なんですけども、根本的に作る人のマインドが違うんですよね。税務申告ってできる限り税金を払いたくないっていう思いで作るんで、まあ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 、なんでできる限り利益とか所得は少なめに、経費は多めに、売上はできれば隠したいぐらいのね、ダメだよ、ダメですけどね、ダメだよっていうのが税収ですけど、会計の企業会計っていうのは、まあ上場してる会社がほとんど会計士の場合は対象なんですけども、できれば利益多めに見せたい、売上多めに見せたいと。真逆なんですね。税金は多く払っててもいいから、当然利益いっぱい出た方が株価も上がるし、あ、そっか、表向きよく数字を見せたいっていう、そうそう、はい、利益を上げて見せたいんで、うんうんうん、税金もたくさん払いたいって方向に行くので、はい、マインド全く逆なんですよ、ね、そこが一番違うところ。なるほど、本当真逆なんですね。だから一旦頭は切り替えないといけないんで、はい、そういった違いがあるんですね。切り替えてますね。あと対象もね、やっぱ税理士の方は、うん、まあ、本当に中小企業、はいはい、まあ、自営業中小企業がメインですけど、はい、会計士の方は大企業が基本的にはメイン、はい、ですので、うん、まあ、そこの対象の違いっていうのも、まあ、はい、大きな違いですね。あ、じゃあ違いですけど、とはいえね、うん、税務でもね、やっぱ大企業の税務って死ぬほどややこしいし、うん、なかなかリスクが大きいですね責任も大きいですし、税金額がやっぱ大きいので、なので、うん、大企業の税務っていうのはまた別ジャンルであるんだろうな、うん、あー、幅は結構広いですよね。税理士会計士の違いっていうよりも、なんか僕の中では税理士会計士の中にまた税理士でもその大企業税理士みたいな、うん、あ、大企業専門にしてるような税理士とか、はい、その辺もね、また多分と違う、マインドが違うんだろうな、うん、やり方が、仕事の仕方が違ったりするんですかね、結構よく聞かれるんですよ、なんか税理士関係してどう、何が違うんですか。ただ結果一緒ですけどねっていう、まあ、そうですね、似た仕事をしてるってことですかね。資格はでも違いますからね、国家資格としては違うので、うん、というわけで皆さん、はい、会計士と税理士の違いについてちょっと山田先生から解説いただきました、はい、マインドが違うというところ、そうですね、大きなポイントということです。ありがとうございます。ありがとうございます。次のテーマは AI で仕事がなくなるのか。私たちの業界最近 AI に仕事が取れるんじゃないかってランキングに入ってるじゃないですか。そうですね、とか毎回毎回税理士って入ってますよね。先生どう考えてますか？ AI なくなりますかね。いや、仕事がなくなったら楽できるなって思いますよね確かに、本音はそこですよね。いや、結局人手不足の業界なんで。そうなんですよ、今、人手足りないしね、うんうん、結構需要の方が多いので、はい、AI に仕事をある程度奪えた方が楽だなっていう思いはありますと、うん、細かいところとかこう、うん、人がやるよりも楽な部分ってありますよね、うんうん、特にね、なんか結構質問が多いじゃないですか、うん、これの業界多いです。質問来た、うん、返すっていう、はい、それは生成 AI でなんとかなんないかなっていう、うん、まあ、各社で今やってますけど、はい、チャットボット的なものに AI を組み合わせてできないのかっていう、まあ、少なくとも今僕はそれで返事してますね。何を使ってるんですか？一応チャット GPT-4 を使ってるんですけど、あ、やっぱ先生もお使いですね。使ってます、結構、はい、ちゃんとその辺で簡単な質問は本当それで下書き作ってもらって、うんうん、で直して出すっていう、出す、で多分 AI で仕事がなくなるかどうかっていうのも多分そこで、うんうん、AI が正しいとは限らないってね、それはどんなものもあるので、うん、あ、そうですね、結構チェックしなきゃいけないんで、間違ってる場合もありますからね、はい、判断は必要。そうなんです、はい、なんでチェック業としての税理士会計士ってのは多分残っていくんでしょうね、うんうん、なるほど。 AI に聞いたことに対して、うん、先生これ合ってるでしょうかとか、そう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 、これとこのパターン出てきたんですけど、はい、自分にとってはどれがいいのかっていう仕事は残るって感じですかね、うん、なんでその生成 AI 自体が税理士資格持ってればいいですよ、うん、AI は資格を持てませんね、持ってないから一般論でしか言えないんで、うんうんうん、税理士法的にですね、はい、それ考えても生成 AI を使った上でその資格持ちとして判断だったり、はい、アドバイスっていうのが必要になるから、はい、そこなくならないなって
まあ、確かに結構数年前から AI が私たちの仕事を奪いに来るって言われ始めて、結構もう長く経ってるじゃないですか、はい、そうですね。実際現場ってじゃあどうかっていうと、なかなか奪いに来てくれてないっていう実感とか多くないですか。そうですね、結構個人的にそう思ってて、はい、全然まだペーパーも残ってるし、はい、ここから一気に進むんですかね。いや本当に奪いに来てほしいですね。特になんか申告書のレビューとか、はい、レビューとかしてくれたら嬉しいんですけど、うんうんうん、まあ、今こっちが作ってこっちがレビューしてっていう、はいはい、だから、うん、多分申告書を生成が作ってくれるところまで行くと思うんですよ。あ、多分そうですね、はい、結局レビューは僕らがしなきゃいけないのか。そうですね、チェック、最終チェックは私たちがかけるっていう仕事が残りますよね、うん、本当に合ってるのかとか、うん、そういうとこですよね。なのでまあいろいろね今生成 AI 試してはいますが、まあ数字入力がねまだちゃんとプログラム組んでやればねいけるんでしょうけど、うん、やっぱ確認、最後のレビューと確認だけはどうしても減らないんですよね、うん、まあ何せ人手不足ですからね。そうなんですよ、そこが問題です、うん、はい。じゃあまたちょっと人手不足については後でもう一回質問あるので、はい、次、はい、インボイス制度についてぶっちゃけどう思ってるか、ぜひ山田先生に聞いてみたいな。私たちいろいろ言われたじゃないですか、はい、始まる前、はい、なんか、ね、国の斡旋、仕事を斡旋するための制度じゃないかとか、あ、税理士が得するとか、ね、あ、そう、税理士が得するとか、はい、先生なんか来たコメントありますか、印象的な。いやでも常になんか、うん、脅迫みたいなメールいっぱい来るんで、つまり僕は脅迫メール、まあ、中立っていう立場が好きなので、はい、本当に中立かどうか分かんないですけども、うん、インボイス賛成反対を言わずにずっとやってきてたんですよね、はい、うんうん、そうすると当然インボイス反対派からはなんで反対しないんだみたいなのが来るし、うん、いや他の税理士は反対してる税理士もいるぞみたいな、あ、ありましたね、私同じです、同じです。その人はその人の、うん、ね、判断ですし、うんうん、ただ僕の中では会計士税理士っていうのは、うん、そういう政治的な判断っていうのは基本なんかするべきじゃないっていう、なんか、うん、特に会計士とかって一応会計士の問題もね、中立って中立性とか公平性っていうのがあるので、はい、うん、はい、そこは守りたいなというのであえて言ってないし、まあちょこちょこ言ってますけどね、はい、ちょこちょこ嫌だなとは言ってますけど、うんうんうん、それはあくまでもね感想であって、はい、賛成か反対かやっぱ見てる人が判断してほしいというのは、あ、なるほど、中立の立場で動画を出してたというかですね、公務員と一緒ですけど、上がねどうであれ、はい、言われたこと、ね、決まった制度を解説するっていうのが僕らの役割だと、うん、そうですね、それに対して実務対応して申告をするっていうのが仕事ですもんね、はいはい、ただインボイス制度は今でもなくしていいと思ってますから、ね、あ、そうなんですね、うん、もう撤廃撤廃してほしいです、まあ、大体の先生、はい、本音を言うと、まあ、面倒くさいなっていう一言になりますよね、まあ、そうですね、対応するのがね、賛成反対かはさておき、インボイス制度については皆さん別にかじきって税理士たちがやりたいよと思ってるわけではないですよね、思ってないし、なるほど、というわけで山田先生のここだけのぶっちゃけのお話、はいはい、ね、ここだけですね、ここだけいただきました、ありがとうございます。じゃあ次のテーマいきましょうか、はい、私と山田先生にちょっと一点共通点がありまして、はいはい、顧客を絞っている、ターゲット層を絞っているって共通点があるんですけど、す、ね、山田先生はこの芸能関係とか声優のお客さんが多いと聞いております、はいはい、そうですね、私はもう完全に自営業専門税理士って言ってて、うん、そうですね、個人事業とフリーランスの方に特化して仕事をしてるんですけど、はい、このなんか絞ったきっかけとか、うん、なんかメリットあったら教えてほしいんですけど、絞ったきっかけは、はい、まあ、僕自身がまあ作家として、うん、まあ、出版業界、はい、まあ、芸能系に近いところに行ったっていう強みと、東京で税理士を始めちゃったんで、はい、あ、そうか、やっぱ東京だとね、まあ、地域性っていうのもないし、はい、うんうん、なんかしらやっぱ差別化しないと後発組なので、うん、税理士の人数も多いですもん ね、やはり東京って、うん、はい、まあ、お客さんも多いですけど、で僕が始めた頃って2011年、はい、なんですけれども、まあ、当然もうネットにはもういっぱいね、はい、税理士のホームページがあって、うん、みんなメルマガやってたりとか、はい、まあ、ブログもありますね、ブログとか、はい、で、あと価格構想も始まった時代なんで、あ、自由化された時ですかね、そうですね、うんうん、なので価格もうね、結構大変なので、はい、なんか差別化しなきゃいけないなっていうので、うん、強いて言うのは他の税理士さんがあんまり得意じゃないことっていうと、はい、まあ、芸能関係は僕は思いたし、少なくとも印税とか、はい、印税です平均課税とか、はい、変動所得とかあるんですけど、そのあたりは僕は自分自身でやってきたんで散々、あ、そういうことです、なんで出版系からスタートですね最初は、そこから入ってって、ね、そっち方面に絞っていく、ね、ってやっぱ絞るメリットって、うんうん、営業がしやすいですね、あ、こういうことしてますって分かりやすいってことですか、税理士してますっていうよりは、うん、もう芸能関係の税理士してますって方が、あ、確かに口コミが広がりやすいんで、はいはい、口コミしてくれる人も、うん、芸能専門の税理士いるよって言ってくれるんで、紹介がすごい生まれやすいってことですね、うちの先生、はい、芸能人となんか専門にやってるし、すごい分かってくれるよっていう話を、はい、
で芸能専門多分名乗ってるってね、日本でもその 10社あるかないか、いないことはないんですけど、皆さんちょこっと税務やって、はい、芸能やってるとかあるんですけど、はい、芸能専門って名乗ってるのは、まあ、もう本当もう知らない、ね、私も聞いたことないです、ね、まあ実際はね多分あるんだけども、まあ絞った方が、うん、僕自身がっていうよりはお客様が口コミ、はい、他の人を連れてきやすい。で会計事務所ってよく言われるのは3人インフルエンサーがいたら成立するんですよ、うん、要は、うん、自分男を紹介してくれるお客さんが3人いたら、その人さえ掴んどけば、はい、そっからあとは芋づる式に増えるって、その方が説明しやすいようにはどうすればいいかろうって考えると、はい、やっぱ芸能専門って言った方が、うん、その方は、はい、この人誘いやすい人、紹介口コミが生まれやすいという、うん、そうですね。実際やってみて芸能関係って大変なんですか？独特です。独特ではありますね、はい、やっぱり事務所との関係だったりとか、マネージャーさんともやっぱお付き合いあるんですか？そうですね、マネージャーさんも一緒にグループラインに入ってるケースもあれば、うん、マネージャーさんから直接ね資料をもらったり会計書をもらったりとか、はいはい、ケースもあるし、マネージャーさん内緒っていうのもあるし、なんでその内緒気になりますね。何が内緒なんですか？例えばマネージャーさんに知られたくない仕事、闇営業みたいなのがある場合だと、闇営業って別に税務上ね、うん、はいはい、ちゃんと申告すれば、はい、税務上はセーフですね。税務上はセーフですね、はい、ちゃんと売り上げとして上げればセーフです、はい、とかね。あ、なるほど、そういうのはありますね。だから普通の会社とはやっぱちょっと動きが、うん、別に仕入れて売るってわけじゃないんで、うん、あと芸能関係ってやっぱ仕事をした日と入金日とのタイムラグが半端ないっていう、やっぱ本当なんですね。また 1,2 年遅れるんで、1,2 年とかあるんですか？はい、収録自体は、ね、今年やっても、はい、放送自体が2年後とか、入金も2年後あったりすると、もう絶対ずれるんで、もういわゆる収益認識、本当は仕事した日基準っていうかね、はいはい、請求書出した基準なんですけど、うん、絶対無理なんで、はい、なんでそこはどう折り合いつけるかですよね。なんか見ると売りかけがすぐ残ったまま未回収のものがちゃんとやればそうですけど、ことが出てくるんですけど、はい、例えば声優さんとかだと1日に8本とか10本仕事するんで、はい、もうそんなにいつ仕事するか分かんないんですよ。マネージャーが把握してるかもしれないけど、はい、マネージャーさんのねそういうリストとか見せてもらえるわけじゃない、はい、本人も分かんないんですよ、うんうん、いつ仕事したかな、うん、まあ現場行って現場行って仕事してこなして帰ってくる、そうそうそう、だからどの仕事がどれかって分かんないんで、はい、まあ無理っすよね無理ですよねって言いましたね。いわゆる実現主義、はい、っていうのは無理なんで、うんうん、それをどう折り合いつけるかっていうのはやっぱり経験、ね、ちょっと特殊な面ですね。もう税務調査、芸能関係の税務調査を何十件とやってきてるから、うん、落としどころは分かったんですけど、うんうんうん、でも真面目にやったら本当に実現主義だと、はい、まあまあ、うん、厳しい、偉いことだよ、はい、しね、本当に入金が2年後あるかないか分かんないし、ですね、2年後とかやっぱりその辺はやっぱ特殊ですね。でさらにそこは今 YouTuber とかが増えてきてるんで、はいはい、YouTuber の収益、ね、認識、うんうん、いやー独特ですね、やっぱ芸能人の、うん、なんか顧客のお客さんが炎上しちゃったりとか、はい、なんかこうニュースに巻き込まれてるとかあるんですか？あ、もう全然あります。あ、全然あるんですね。結構年収とか身長もチェックして、はい、ああうちのお客さんが出てるってあります、でなんか対応することあるんですか？私たちはこう税理士として、会計士として、税理士関係士関係なく、うん、なんかお詫びの文章一緒に考えたの、うん、文章を作ってあげるってことですか？謝罪文、浮気をしてすいません、はい、奥さんにあんまり怒られましたから、それを一緒に考えたのか、一緒に文章考えた、それはあります、ね、あ、そこまでしてるんですね。実は結婚していた、実は離婚していた、うん、あ、もうあるんですね。実は子供がいた、あ、子供がいた、まあ、実は子供いなかったはないかそ, う、ね、そんなようなことはいっぱいあるわけです。やっぱちょっと独特ですね、うん、そこの守秘義務は大事です。大変ですね。たまには謝罪文も一緒に考えて考えようというその絞るって意味では個人事業者に絞ると確実に2月3月忙しいじゃないですか、はい、そうですね、そこにこう集中するっていう、ね、大変じゃないですか。あ、なんか逆に私はそこは仕事忙しくするっていうふうにもう集約してしまって、あ、もう最初から後の時期は、うん、あのなるべく比較的ゆっくり仕事をしたいと。私だから今新規の法人とかも一切取ってなくて断ってるんですよ、はい、もう絞っていってしまって、そうするとここだけ忙しくってなんか出稼ぎに行くとかマグロ漁師みたいだねってたまに言われるんですけど、なるほど、2月3月はマグロ、そこだけ働くと、はい、でそれ以外はゆるゆるとしてるので、まあ、YouTube したりとか、はい、まあ、本書いたりとか、まあ、ボイシーしたり他の SNS がする余裕が出てくる感じです。で私はまあ女性なのでやっぱ家のことがあるので、はい、仕事と家庭の両立をするためにそのスタイルを取ったっていうのがありますね。ワークライフバランス、あ、そうですね。あとそうすると男性の先生と戦わなくていいなと思ったんですよ。なるほど。法人専門、はい、相続専門ってしてしまうと、はい、なんか男性の先生とこうなんていうんだろう、うん、お客さんの奪い合いが起こったり価格競争しないといけなくなってしまうので、ちょっとずらしたとこに行って、はい、あのちょっとうまいポジションを取ろうと
ていうかブルーオーシャンに入ろうっていう作戦でここまで来ました。はい、そうですね、それ大事ですね。やっぱり絞るメリットって価格下げなくて済むっていう、まあ、そうですよ、うん、先生とかもそうですよね。高いですよ、うち言うても高い、めちゃめちゃ高いですか。高いです。お、はい、個人の確定申告はそこまで普通の値段ですけど、はい、うんうん、法人に関しては3倍から4倍取ってることもあります。倍とかじゃないんですね、もう、はい。あ、でもそれはもう芸能専門で芸能系のやつをやってるんで、はい、すいませんがめっちゃ高いですよっていう。まあでも稼いでる方も多いですしね、はい、し、まあめっちゃ高いよって言って、うんうんうん、そこから値引きとか多少するんで、あ、なるほど、はい、まあ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 、まあ、その辺りはまあまあ、ね、そうして安くね、はい、お見せしてるっていうところもあるでしょうし、うん、だから入り口からもううち高いんでって言っとくと、はい、値下げされても全然普通で高いんで。あ、そういうことですね。そういうのはあります。もう3倍とは思わなかったです、ね、うん、まあでも差別化するからこそってことありますよね。そうですね、できる、言えるっていう、うんうん、ですよね。私もやっぱり自営業専門でしてるからって言って来てくださるお客さんがいるので、差別化大事ですよね。でね、やっぱここの家賃も高いですからね。さっき家賃も私聞いてしまいました、はい、高かったです。高い、高い。いや、渋谷のすごいとこにあるんですよ、この事務所。私来た時びっくりして、私石川県に住んでるの、はい、今日はわざわざあの、飛行機に乗って東京まで来たんですけど、こんないいとこに事務所あるんだ、かっこよと思ってきましたもん、ね、やっぱその辺もブランディングですよ ね、 すね。渋谷の一等地にあるっていうのがやっぱ芸能界、うんうん、あ、そっかそっか、の専門、はい、芸能界専門が、ね、全然芸能に関係なさそうな街だとちょっと確かにそもそもずれちゃうんで、うんうん、はい、では最後はあれですね、会計業界を盛り上げていきたいという話に移りたいと思うんですけど、はい、今ほらやっぱり私たち雇用人手不足というか、はい、雇う希望者がなかなか、そうですね、ハローワーク出しても人集まらないとか、はい、ね、雇用しようと思って出しても集まってくれないって話をよく他の先生からも聞くんですけど、はい、まあ、まずハードルがありますよ ね、 ね、そうですね、やっぱ向きなり勉強しなきゃいけない、うんうんうん、ね、税理試験も受けなきゃいけないとかなると、はい、やっぱハードルが高いので、うん、今ね、その未経験でもちゃんと教育できるよっていうところ以外はやっぱ厳しいですよね、うんうんうん、やっぱこうハードルが高くなっちゃうんですか、経験してないといけないとか、まあ簿記最低3級ぐらい持ってないといけないっていうので、ね、なんとこの AI に取られるっていう、先ほどテーマにも言ったんですけど、将来が見えない、こう陰ってく業界なんじゃないかっていうふうに考えてる方もいると思うんですけど、まあ、実際のところはね、そうでもないって話は先ほど AI に関してもやっぱり知識と経験って詰めば詰むほどね、よくなるんで、だから税理士とかの業界ってなんだろう、経験が別に損をしないというか、はい、そうですね、他の業界ってやっぱ陳腐化していくんで、はい、結構やっぱ年だとね、うん、邪魔って感じになりますけど、やっぱり税理士業界ってね、はい、50代60代がほぼメインというか、確かに平均年齢高いですからね、そもそも高いっていうのもあるし、うん、それなりに経験が生きてくるというか、うんうん、そうですね、物を言う世界でもあるので、うん、長いことやりゃいいと、うん、仮に40歳から始めても60歳になれば多分ベテランというか、はい、まあ、10年いればベテラン、ね、そうですね、10年いればベテランで、まあ、貫禄はどちらかというとあった方がいい仕事ですよね、はい、なので、はい、まあ、そういう意味では経験さえ積めば、うん、誰でも偉そうにできますよっていうのが業界のいいところですし、だって税金がこの世からなくならない限りやっぱ仕事なくならないんで、あとね、お金のやっぱ勉強今したいっていう部分も来てますし、うん、もう知っといて損することないですよね、他のとこにも使えますし、うん、応用が効くのでいいんじゃないかなと思ってるんですけど、先生感じるこのなんか業界の魅力ってありますか？そうですね、まあ、ミーハーだからかもしれませんけど、うん、やっぱり人の裏側を知るって楽しいっすよねっていう。確かに普段覗かないものを覗けますからね、うん、やっぱ人んちの財布、はい、人んちの冷蔵庫って見たくないですか、うん、っていうのに近いところはありますよね、はいはい、確かに銀行口座とかね、うん、普段他の人に絶対見せないものを私たちは信用して見てるわけなので、ね、はい、その裏側を覗けるっていうのは面白いですよね、うん、やっぱいろんな業界を見れるってやっぱ視野が広がるっていう、うんうん、視野を広げる意味ではすごい、うんうん、今の仕事は楽しいですね。確かに私も仕事楽しいですもん、うん、いろいろ話を聞きましたが、はい、最後先生のちょっと新しいサービス LINE のお話を聞きたいんですけど、あの僕は芸能文化税理士法人という、まあ、はい、会計事務所なんですけども、そうですね、うん、そこでね、あの公式 LINE を始めようと、それは、まあ、会計事務所職員向けですね。あ、職員向け、はい、職員向け、はい、もしくは会計事務所で働きたいっていう方向けに、うん、最低限知ってほしいなっていう情報を月1で配信しようっていうのを今、新設、はい、リリースいつですか？ちょうどね、今収録で言うと昨日からなんですけど、はい、昨日からタイムリーですね、はいはい、まあ、あの11月から2023年11月からですね、はい、ちょっとやってみようアプリをスタートするということで、
自分のオタク会計チャンネルっていう YouTube チャンネルなんですけど、そこではどうしてもすごい幅広い向けなんで、はい、もうちょっと高度な絞った、はい、はい、つながるような会計事務所職員レベルよりはだいぶ低い層をやってるんで、うん、もうちょっと高いレベルをやりたいな、うん、でも高いレベルの YouTube つく、はい、わざわざつくの大変だなって。あ、そうなんですね、そうですね。なので YouTube でやってる中での、はい、ぜひ知ってほしいこととか、うんうん、あとまあ YouTube ではレベル高すぎてあえてやらなかったこととかを公式 LINE ではちょっと文章ですけど、はい、そこでやってみようかなというところでやってますんで、もしね、これご覧の会計事務所関係者の方がいらっしゃったら、はい、ぜひ登録していただけると大変嬉しいです、はい、お願いします。概要欄に LINE のリンクを貼っておきますので、はいはい、ぜひよろしくお願いします。あと山田先生、はい、もちろんですけど YouTube チャンネルもやっておりますので、はいはい、ぜひまだね登録してないよって方いましたら、はい、まあ、ほとんどいないと思いますが、ぜひよろしくお願いします。そちらの方も概要欄にリンク貼っておきますので、はい、ぜひチェックの方よろしくお願いします。ちなみに言うと、はい、川村先生のチャンネルでやってることはやんないようにしてます、うん、え、ずらしてるってことですか？ずらしてます、はい、ずらしてるというか、もうやってるからいいかなって。例えばインボイス の、はい、あの高速代 ETC のやつとか、はい、あとそれこそ帳簿作ってない人は、はい、加算措置、加重措置とか、はい、この間の、はい、あの辺は僕もやろうかなと思ったんですよ、うん、はい、たら川村先生がやってるから、はい、じゃあいいや、じゃあいいや、じゃあいいやってなるんですか、はい、ということで、なので基本的に川村先生のチャンネルは原則被ってないと思うんで、あ、じゃあ違う情報がね、はい、よかった、あの、やってますということで、よろしくお願いしますというわけで、本日山田先生とコラボ対談を取らせていただきました。本日ありがとうございました。ありがとうございました。